はい、どうもこんにちは、ニテラです。はい、世界一になりましたニテラです。はい、言い直します。はい、ということでね、今日もやっていくんですけども、今日は何について話そうかな。まあここ最近で読書ですね。はい、読書。はい、みんなね、僕のことをね、読書なんてするやつじゃないと思ってるかもしれないんですけど、僕めっちゃ読書するんですよ。はい、で読書にもいろいろパターンがありまして、まあ、紙の本を買って読む、よくあの書店に売ってるやつね。あと、電子書籍、携帯とかスマホとかタブレットで読む本。はい、あと、耳で聞くオーディオブックっていうのがあるんですね。はい、これ僕、全部やってます。はい、全部やってます。はい、で、全部やったんですけど、オーディオブックじゃなくて、あのなんだっけ、あのスマホとかで見る本に関しては解約しました。はい、ちょっとそれ必要ないかなって思ったんで、あの別に耳で聞けるオーディオブックあればいいかなと思ったら、それは解約しました。はい、で、書店常にね、週末、僕週末休みなんですけど、週末は、図書館に行って本を読みますし、歩きながらとか、まあ、普通にね隙間時間でねオーディオブックを聞いたりはしています。はい、まあ、なんでそんなことしてるのかって言ったら、まあ、暇だからですね。はい、あの歩いてる時間暇じゃないですか。はい、歩いてる時間何考えてます？変なことが考えてますよね。はい、偏見なんですけども、はい、だからもう本読んでください。はい、そっちの方が、多分将来プラスになります。うん、まあ、これ俺の偏見だから、あんまり前に受けないでね、あくまで俺の感想なんで。はい、行ってきます。じゃあまたね、バイバイ。